こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は前回の続きになっているんですけど、5月中旬に群馬県の林道ツーリングということで、先ほど満沢林道を走り終えてきました。いや、満沢林道2年ぶりだったんですけど、ものすごく路面状況が悪くなっていて、すっごくハードでした。で、この後なんですけど、さらにハードな林道、秋鹿林道ですね、そちらに向かって走っていきたいと思いますんで、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。と、まあその前になんですが、せっかく今日はね、これだけ快晴かつ5月中旬ということで、まあこの時期一番ね、群馬県で綺麗な場所といったら、まあ島ブルーですよね。今日間違いなく綺麗なね、青色をしてるかと思いますんで、その様子を見てから秋鹿林道の方に行きたいと思います。まあ島ブルーについては今年2回目ですかね。一応4月中旬の方に後輩とかベンリーおじさんと一緒に見に来てて、であの時も綺麗な青色だったんですけど、青の濃さが違うんですよね。まあかといってね、まあ自分が4月中旬に行った時よりも前に行ってしまうと、まだ緑色だったりするんで、まあそうですね、見るタイミングって非常に重要な場所なんですよね。まあ確実に綺麗な島ブルーが見たかったら、まあゴールデンウィーク前後っていうところがね、まあベストなのかなと思っております。それじゃあトンネルを抜けたら島ブルーですね。いやー、多分今日は相当濃いブルーになってるでしょうね。お、なんかここまで駐車場埋まってんのは久しぶりに見るな。あ、バスまで来てる、すごいな。こういうタイミングでね、混むもんなんですね。まあバイクなんで普通にね、止めちゃいますか。思いのほか人が多いバスまでありましたからね、おお、すごっ、すごいな、この色が。いや、やっぱりゴールデンウィークに見た時よりもさらに青の濃さが増してますね。いや、非常に綺麗でした。じゃあ綺麗な景色を見たので、ここからいよいよね、秋鹿林道を目指して走っていきます。まあとりあえずそこに行くまでね、林道おじさん先導で行きます。まあね、林道の入り口に入ったら自分が先導チェンジして走っていく感じですかね。あ、ちなみにこの辺りね、足湯とかもあるんで、まあ、ぜひ来られた方はね、利用されるといいかもしれません。さあ、それでは本線に戻りまして、目指すは秋鹿林道ですね。まあ、満沢林道の方があれだけドロドロかつハードだったんで、今日の秋鹿林道はまあやばいでしょうね。まあ、自分も秋鹿林道を走るのは2年ぶりになるわけなんですけど、まあ、2年前とかはまだまだ林道を慣れしていなくて、まあ、1本走れば、満足っていう感じだったんですけど、まあ、こういうふうに4年経って、まあ、林道をはしごできるぐらいまでね、慣れてきたんだなっていうのをね、なんか実感しますね。まあ、そしていよいよ秋鹿林道ですね。これが入り口からドロドロなんですよね。まあ前日には雨も降っているんで、間違いなく水たまりとかもあるはずなんで、まあそうですね、まあハンターカブが汚れる分にはいいとして、服がそんなに汚れないようにちょっとね、おとなしめに走りましょうかね。じゃあここから、あ、未舗装路スタートですね。やっぱり泥だよな。まあ自分のね、今履いてるタイヤ、中華製の、まあ、ティムソンってやつなんですけど、こういった泥みたいな路面ですごい弱いんですよね。まああくまでブロックタイヤではないので、まあそのあたりは仕方ないところがありますね。まあ多少こういうふうに踏み固められてればいいんですけど、それでも今日はやっぱ雨上がりだからぬかるみがひどいですね。そしてこの勾配、まあハンターカブがね、軽くて良かったっていう感じがしますね。ああ、けど一応まだ新緑だから、その辺はね、助かりますよね。これで夏だったら走ってて不快でしかないですからね。結構走ってきたんですけど、しばらくこの泥の路面は続きますね。まあ、秋鹿林道これが2年ぶりかつ2回目なので、あ、まだね、そんなに記憶がないんですよね。こういう感じだったかっていうのをね、久しぶりに思い出してます。そしてまさかロードバイクが出てくるとは。まあけどあれか、こういう路面を走るロードバイクだからグラベルロードっていうやつですかね。まあ自分も昔欲しいなと思ったんですが、結局ね、
まあ普通の路面ですら体力がなくて全然走らせられなかったんで、結局買わずじまいでしたね。まあこういう路面を自分の足で登ってで下ってくる、いやーすごい人がいるもんですね。そしてずーっとこういった土主体のね、未舗装路なんですね。記憶上は結構石がゴロゴロあった感じだったんですけど、あれは下り側だったかな。ちょっとね、やっぱり2回目っていうところで記憶がやっぱりほとんどないですね。あ、そして、なんか、重機があるんで、あそこが頂上ですかね。じゃあ写真及び水分補給をして、安全に下りましょうか。さあそれでは下り入っていきます。正直これはなんだろうな、アクセル開けることなくただただ落っこしてるっていう感じですかね。もうほんとここの下りは怖いんですよ。まあ、下りが怖いというよりかは、なんだろうな、この秋鹿林道の東側っていうんですか、まあ本当に路面が悪いですよね。前半の方で走ってきた、まあ、秋鹿林道の西側については、まあ、土主体でぬかるんではいるものの、まあ、なんだかんだ轍ちもないですし、コーナーで変なことさえしなければ走りやすいんですよね。まあ、ただ今走ってるこの東側については、まあ、ほんと勾配も厳しいし、轍ちもあるし、轍ちが落ち葉で見えなかったりするしで、まあとにかくスピードを抑えて安全にですね。あれ、目の前からバイクが、ああ、やっぱ音がすると思ったら来ましたね。やっぱオフ車の人たちは楽しそうですね。まあハンターカブね、ああいうガチのオフ車とは違うんで、まあそのあたりがね、ちょっと限界がありますよね。あ、そしてここの、土がなんか見えてるところ、ここは記憶にありますね。2年ぶりですけど、相変わらずひどい路面ですね。ああ、落石がいつ来るかわかんない恐怖がありますね。そしてここが一番怖いんだよな。これですよ。ほんとよく自分もね、1年、2年前か、下りきれたなぁと。今はいろんなとこ走ってきて慣れてきたとこもあるんですが、それでもやっぱり怖いですね。無事に一番厳しいところを突破しましたね。そう思ったら結構ガタガタきますね。まあ林道なんで、まあ厳しい場所とかね、そういうのが、まあ刻々とね、変わっていくってところはしょうがないですかね。だいぶフラットになってきた。いや、やっぱりね、勾配がないだけで、非常に走りやすいですね。まあ、万沢林道の方がハードすぎたせいか、なんか秋鹿林道の方が優しく感じますね。なんか不思議ですね。まあ、それぐらい万沢林道が優しいイメージから、なんか厳しい林道っていうね、まあ、感じになってたんで、まあ、今年の万沢は、まあ、半端ないですね。そして開けてる場所に来たんで、まあけどその疲れ具合からすると休憩しなくてもいけるかな。まあなので、まあこのまま下っていきます。あ、この広場の先がやばかったんだ。すっかり記憶から抜けてましたね。道幅もだいぶ狭くなってきたんで、これはかなり気を引き締めないとやばそうな雰囲気がありますね。なので十分気をつけて後半下っていきます。この先が結構石が大きくって、あ、下る感じなんで、ちょっと慎重に行きましょうか。ここは、ハードだな。だいぶハンドルが取られますね。ただよし、難所突破ですかね。いや、ヒヤッとしました。下り坂で大きい石とかが落ちて、かつ轍ちもあると、ほんとコントロールできないんで、まあこういう路面が一番怖いですよね。いやー、とりあえず波乱がありましたね。まさかの林道おじさんが転倒するとは。
まあ、とりあえず林道おじさんの方はね、まあ、怪我もなく、セロの方も怪我なく、まあ、走行可能ということでね、まあ、また走り出しているわけなんですが、自分より上手い人がね転倒してしまうところを見ると、やっぱり林道っていうのはね、まあね、本当に危ないんだなっていうのをすごく学びました。なので自分もね、林道を慣れしてきたところではあるんですが、まあ、気を引き締めるきっかけになりましたね。なので引き続き気をつけて空き地下林道を走っていくっていうところと、まあ、今後もね、まあ、林道ツーリングはやっていきますんで、まあ、そういった時に無理なペースは作らないっていうところがね、重要になってくるかと思いますんで、まあ、そのことを忘れずに乗っていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。